へい、こんばんは。お待たせいたしました。今心霊スポットにいるわけじゃなくて、行ってきた動画をみんなで見ながら、まあ、感想を言い合うってだけの動画になっております。ちなみにまあ、3つ行きました。心スポ3つ行って、うち2つやばかったなって思ったとこなんですよ。ただ、ちょっと今回の心霊スポットを特集でございまして、あらかじめ説明しておかなきゃいけないんだけど、まあ、今回沖縄の方にね、行かせてもらいました。沖縄と言ったら皆さん、何が有名な、ま、心スポか知ってますか？沖縄ってやっぱ、戦争があった地だし、やっぱり防空壕だったり、なんだろう、おふざけで行けるような場所っていうの、ほとんどなくて、今回、そんな、沖縄、いろいろ戦争だったりとか、あった地なんですけど、もともと、ユタという、ユタって聞いたことありますか？そもそもユタとは何か、ちょっと説明の方させてください。これがね、ちょっと説明できないと話にならないので、ユタ。ユタっていうのは、簡単に言うと、民間霊媒師さんたちですね。沖縄とか、あと鹿児島とかで発祥した民間霊媒師なんだけど、ただ霊媒師とは絶対的に違う部分がありまして、ユタは生まれた時からもう運命が決まっている。ユタになる運命は決まっていると言われていて、そもそも遺伝でしか継承されない。生まれた時に決まるから。で、まあ霊媒師ってどういうことするのかと。ユタは、まあ、霊とかを憑依させる。イタコさんとは違って、現世とあの世の境に立って、なんか啓示を伝えると言われている。そういう存在なんだけど、その修行の一環上、まあ悪い霊も呼んでしまうと。だから、ユタ氏としての素質がなければ、ないほど、悪い霊に体乗っ取られやすくなって、運が悪いと、そのまま死んでしまうと、命を落としてしまうという、そういう存在なんですよ。その、ユタの修行場に今回行ってきました。三つ、行ってきました。もうかなり有名なところですね。この三つ、どれも、実はちょっとやばいとこで、そもそも入るの自体が危険な場所なんですよ。まあ、霊的な意味ももちろんあるんだけど、ちょっと怖い話すると、鎌持ったユタが襲いかかってくるみたいな噂話は噂なんですけどね。とか、まあ、そもそも心霊スポットってよりは、パワースポットとして強すぎる場所だから、行ったらほぼ確実に何か起きるっていうので有名なんですよ。基本的にはなんか軽はずみな気持ちとか、おふざけで行くような場所ではないので、基本的になんだろう。喋ってません。動画内では。喋らずに、黙々と動画撮っておりますので、そこのところ、よろしくお願いします。早速、じゃあ1個目見ていきましょうか。森川公園というところに行ってきました。音聞こえてるかな？でもね、この時全速でぜいぜい言いながら行ってるので、ちょっと鼻息とかうるさかったら申し訳ない。よいしょ。臨場感すごいでしょ。これ、ね、ライトね、めっちゃいいライトをね、使ってます。なんと。で、よいしょ。一旦止めていい？やりたかったことがあって、そもそも、ここがどこだかと、地図の方で見せていきたい。こちら、住所は、沖縄県、なんて言うんだこれ。ま、いいや。こちらですね。意外と、これ道路があって、住宅街の中に森がポツンと、こちらなんだけど、普通に入れる場所ですね。なんだろう、心霊スポットとして有名な場所ではあるんだけれども、実はなんかお花見だったりとか、お昼間とかは普通に散歩されるような場所で、昼はあんまり怖くはないところらしいです。こんな感じですね。この森の一帯が森川公園になっていて、入れるところっていうのはやっぱりこの開けたところなんですよ。ただ、ちょっと問題がありまして、この見えない森の部分、こっちが本拠地なんですよ。そのユタの修行場としては。基本的にそこら辺は入れないようになってます。だから、実際はもう、立ち入り禁止になっているところがほとんどで、今回撮影できたのは、その撮影禁止の前の一般的な公園のところですね。それを踏まえた上で、じゃあちょっと動画見ていきましょう。ここら辺開けたところですね。で、奥に石碑があります。
ここはね、なんかね、ユタの修行場っていうよりは、どっちかっていうと、都市伝説というよりはなんかね、昔の伝説話みたいなのがありまして、ちょっとそれ説明すると、あ、これ今お辞儀してます。お辞儀。大昔、ある若者がこの場所に通りかかったら、綺麗な天女様が一人で水浴びをしていたと。彼はね、その天女様に一目惚れして、木にかけてあった天女様の服を、まあ、隠したんだよ。わざとね。そして、着物がなくなったことに気づいて困り果てた天女が、僕の上着を着せてあげるよって言って、自分の家に連れ帰ったと。で、しばらくね、一緒に生活していくうちに、二人の間に子供が生まれて、仲睦まじく暮らすようになったと。で、そんな日々が続いたんだけど、ある日、天女様が、衣を見つけてしまったと。家の中に隠してあった衣を。そのことを知って、天に帰ってしまった。っていうなんか、天女伝説の一族が作った石碑らしいです。その伝説の場所。ただやっぱ子供の一族とかが、こうやって代々と。で、わかるかな、この、石の壁があるんだけど、奥。あそこが本拠地です。入れないんですよ。ここ。このね、大きな門があるんだけど、この先から、本当の、まあ、ユタの修行場として、有名な場所で、かなり厳重でした。ほら、これ見えるかな？奥。ちっちゃな石が立てられてるでしょ？あそこからなんですよ。本場は。でもあそこはね、さすがに行けませんでした。こっからがね、ちょっと、今回のね、新スポの醍醐味で、これで終わりじゃないです。そう、いくら開けたとは言っても、夜の森って、マジで怖い。マジで怖かった。結構ね、ところどころからね、音するんだよ。多分動物系だとは思うんだけど、ほらほら、ここね、明らかにね、ガサって音聞こえたんだよ。ガサっていうかなんか枝が割れるようなパキって音。まあ、何もいなかったんだけど、多分動物とかだったんだろうなとは思うんだけど、さあ、これ画面が変わりまして、ゴーストチューブっていう、お化けと会話できるアプリを入れてます。普段は、別のね、スピリットボックスっていう、直に会話できるやつがあるんだけど、さすがに今回沖縄のこのユタの修行場ということで、スピリットボックスは近隣のね、住民の迷惑にもなるし、なんなら、怒られる可能性もあったので、今回は音の出ないゴーストチューブにしました。これなんかね、磁場とかに反応して、言葉が表示されるんですよ。今聞いているって状態なんですけど、これ右が磁場で、その隣が音ですね。音の波長。今聞いている状態になってます。で、これつけた状態で、近くに寄ってんだけど、なんかゴーストチューブの方が、画質良くない？で、これ、わかる？遊ぶって出てんだよ。これね、マジで怖かった。いや、怖いよね。これで、別のとこかな？まだ森川公園なんだけど、奥に何かがあるということで、再びね、戻ってきました。一旦帰ろうと思ったんだけど。で、ここでね、ちょっととあるもの見つけてしまったんだけど、わかるかな？これ画面の、ちょ、右側。これ、おそらくなんだけど、着物なんですよね。いたずらかどうかはわかんないんだけど、さっき話した通り、この地で有名な、その天女伝説の、天女様の衣じゃないかと。なぜか、もうボロボロの着物が、ずさんに捨てられていました。これね、マジで怖かった。なんでって。さっき、あったとはもう気づかなかっただけで。で、これ上に登ってきたんだけど、これわかる？やばくない？都会じゃない？一個またここにも石碑があって。うん。で、ここが、綺麗な、
いや、沖縄ね、楽しかった。すごいね、やっぱ、将来的に住みたいなって思ったぐらい良かった。こちら、森川公園でした。これちなみに、2個目に行ったとこなんですよ。順番的にはね。まあ、つまりこの2個目を1個目にしてるってことは、この後2つがちょっとレベチなとこで、やばかったんですよ。では、次行きます。次なんですけど、これが、かなり、特殊な生き方をしなければ、いけない場所で、あ、ごめん、まず先にタイトル。有名ですね。大山貝塚。Google マップの方から見ていきましょう。見えますか？こちら、沖縄の、恩納村というところにありまして、やっぱり周り見ても住宅街って結構、発達している。で、海がめっちゃ綺麗なんですよ。このトロピカルビーチっていうのがあって。これ見えるかな？大山貝塚ってわかるんだけど、これ、生き方が、最初わかんなかったんですよ。ほら、さっきの森川公園とは違って、ここなんだよ。もう開けてないんだよ。全く開けていない場所だということで、どう行くかというと、ここ通って、ここに着きますと。ここ着いたら、この細い道を通っていくの、まっすぐぐいーっと。で、こっから入る。しか方法がない。で、ちなみに、あんまり映せないんだけど、こっち、米軍基地です。なので、普通に、それが怖かった。ただなんだろう。米軍基地がここにあって、なんかこんな森の中にあるから、入っちゃいけないところなんじゃないかなとは思うんだけど、もちろんちゃんとね、24時間営業している、まあ、営業と言ってはいいかわかんないけど、まあ、公園というか跡地なので、一般的に、お参りすることができるような場所になっておりますと。では、見ていきましょうか。ここはね、僕びっくりしました。日本にこんなところってあるんだなって思った。行きましょう。はい。さっき言った通り、こちらの左が米軍基地で、なるべくこうやって映さないように森の方をね映しながら、でもわかるでしょ。舗装されてないんですよ。舗装されてなくて、この木もさかなり生い茂っていて、間違いなくこっから木をかいくぐって入るって無理なんだよ。で、道もかなりね、石とか大きな石とか置いてあって、ごたついていて、たびたび転びそうになりました。さあ、見えてきました。もうこの森の中です。はい。国指定されています。大山貝塚。ここ登っていきます。で、こちらの貝塚なんだけど、ただの貝塚じゃなくて、さっきも言った通り、ちゃんとしたユタの修行場です。で、一旦登って、こっからね、下に降りていくんだよ。ここがね、マジで怖い。下に降りていくんだけど、わかる？もう、ホラーゲームの世界って感じじゃない？はい、目の前に祠があるんだけど、はい、祠がありまして、左見て、石碑があったりするんだけど、問題が、こちら右隣の、ほら、開けた空間。この開けた空間で、ユタの人たちが修行していた。なので、こっから先が、いわゆる、あの世と現世の境目と言われているような場所なんですよ。で、こっからです。さあ、行きましょうと。まだこの石畳の上にいるんだけど、こっから先ですね。この地面の、立った瞬間ですよ。これわかる？これ、わかる？もう多分わかると思うんだけど、音、やばくないですか？ですね、入った瞬間に、森が、ざわつき始めたんですよ。マジで、怖かった、ここは、本当に。入った瞬間だよ。別世界に来たんじゃないかって思うぐらい、ざわーって空気が変わったんですよ。あ、これマジでふざけちゃダメなんだなって思った。ほら、入った瞬間、こんなことある？これ光ってんのは多分虫ですね。ほら、ずっと
ざわついてるんだよ。で、ちょっとわかりづらいと思うんだけど、円みたいな感じになってます。丸い円みたいな感じで開けたところがあって、で、ところどころ、こういう感じに、祠があるんですよ。祠。この祠が、動物、死の世界とされていて、この中に入ったり、落ちてしまったりしたら、もう二度と戻ってこれないとも言われているそうです。で、この穴結構あります。なんか防空壕にも使われていたらしいんですけれども、ユタの人があの中に入って、更新する修行をしたりとかもしていたそうですね。実際に本当に落ちたら、あ、マジで出てこれないんだろうな、みたいな穴してたから、さすがにその中に入ることはできませんでした。で、この祠あるじゃん？こちら今通ってきて、祠のちょうど、真下に当たるところ。こちらですね、ここ。ここが、ガチの階段状になってると思うんだけど、この中に入って断食しながら修行したとか、そういう噂があります。すごいでしょ？マジでこんなところあるんだなって。びっくりしたよ。苔が生えていてかなり古いことがわかるでしょ？さあ、こっからゴーストチューブですね。聞いている状態になってます。なんかやっぱゴーストチューブの方が画質がいい気がする。うん。そう、興味本位で入ったりとか、おふざけで入ったりした人が死んじゃうっていうこともあるらしいから、マジでちゃんと事前準備をして、調査して、おふざけなしで、礼儀よく。だから毎回、お辞儀してるんだよ。入るときと帰るときと。お辞儀して、撮影させてくださいと。神様にお願いして、入ってます。で、見てわかる？今。車って、出たんだよ。車で、実は来たんだけど、これはね、後でお話します。これ実はね、まあ、伏線というか、実は車で、あることが起きまして、ちょっと撮影はすることできなかったんだけど、後でお話しします。あ、僕、これ二人で来てます。友達と、リア友と二人で来てます。洞窟、ほら、結構あるでしょ、洞窟が。で、やっぱり、さっきの森川公園とは違って、結構磁場が高めなのわかるかな？ほら、上げ先してるでしょ、磁場。で、これ帰り道ですね。よし。うん。ミスク山と呼ばれている。で、さっきも言ったんだけど、本拠地が、もうそもそもわかんないんですよ。わからないようにしてるんですよ。このユタの修行場。ここは、なんか大々的に入っていいですよってことになってんだけど、どこにあるかわかんないから、森の奥に隠されている洞窟を通り抜けないと、行くことができないとか言われてますね。この洞窟、これも、実は最近、ニュースというか新聞になっておりまして、この洞窟の中、4人の男性が、まあ、雨宿りをしたと。で、雨も弱まってきたから、もうそろそろ出ようと思ったら、一人だけ足を何者かに引っ張られるという怪奇現象が起きて、他三人は彼を見捨てて逃げたと。で、その次の日、貝塚戻ってみたら、男性は死体となって発見された。これ、新聞にも掲載されました。うん。こんなんかですね。っていうようなことがあったと。最後、これはね、ちょっとまず一つ言っておきたいです。入れませんでした。入り口までだった。だけど、今まで見てきた新スポの中で、まあ一番やばかった。もう人がいていい場所じゃないなって思った。で、その場所、いろんな、まあ、話もあるんだけど、まず、一個、看板にね、大きく書いてあるんですよ。僕、その看板見ることできなかったんだけど、これ、多分画像検索すれば出ます。この先、命の保証なしって、看板がね、置いてあるらしいです。最後の心霊スポット、沖縄最強スポット、トリプル S という場所です。このトリプル S っていう場所の由来は、そこに行くまでの道が、
S 字のカーブが3つあるからというだけです。じゃあまず地図の方見ていきましょう。場所は、ちょっとね、場所もね、結構ちゃんと覚えてるんだよ。この道を通って、ありました。で、見て、ほら。S ってなったでしょ？ S、S。なんか、上から見たらそうでもない感じはするけど、ここからが、まあ、S 字っぽいから、3S と言われている場所なんだけど、ここですね。ここです。入り口が。で、こう行くんだけど、こう行って、本来は、ここまで行けるんですよ。ここまで。この場所までね。で、こう行くのかな？こう行く道が階段になっていて、下に降りる階段。で、ここにか、あの看板に、この先命の保証なしと書いてるような場所なんですよ。で、今回、まあじゃあここまで行きたいなと思ったんだけど、ちょっとね、ここまでしか行けませんでした。その理由を動画で見ていきましょう。車パートです。これさっき言った道を通ってます。この S 字の道をね、通っているわけなんですよ。そう、かなり狭くて、ゆっくりじゃないといけない場所だった。で、あ、ここだと。一旦通り過ぎて、駐車できる場所探しに行きます。はい、できましたと。で、来てみたら、はい、こんな感じで、わかるかな？左下に、ここは心霊スポットではありません。ハート、肝試しや無断での動画、写真撮影を禁止します。と書かれている場所があって、鍵が、でもこれ、実はなんですけど、多分、いたずらなんですよ。このテープ。おそらく、いたずらじゃないかって言われてます。で、この先です。わかる？もうやばくない？ほら。この奥です。この懐中電灯、いいでしょう。なんか途切れた？やっぱ途切れてんな。という感じで、もうそもそも行くの断念したんだけど、これ断念した理由がもう一つありまして、まあ、鍵がかかってるなら、昼間とか、あと電話すれば本来は入れるんだけど、もうそもそも、車の時点で、ここ通っただけで、やばかった。マジでやばかった。さっきのさ、大山貝塚の方は入った時さ、ザワーってなって。うわ、すごいってなったじゃん。あっちはね、どっちかっていうと怖いっていうよりは、パワースポットとしてすごいなっていう感じがしたんだよ。でもこっちは、もうなんかただただ悪意しか感じなかったんだよ。もうありえないぐらい、あのね、音とか出てないんだけど、圧迫感がすごかった。これパッと見さ、何も起きてないじゃん。もうね、心の中ね、やばかった。心臓バクバクになってたんだよね。そう、なんかね、正気が出てる感じがして、これね、本当にね、あ、ダメだって思って。なんだろう。行けなかったショックとかじゃなくて、どっちかで言うとね、落ち着いてんだよ。逆に閉まっててよかったって。ここはね、やばい。本当にやばい。で、この帰り道、車に乗ってて、マジで映像残してなくて申し訳ないんだけど、ラジオを聞いてたんだよ。ラジオを聞いてたら、ギーって、ものすごい音鳴って、マジかって。そういえば、大山貝塚行った時、車ってゴーストチューブ出てたよなって。ということで、3S。で、こちら、まあ、もういろいろ行ったんだけど、まあ、神秘的な空間でありながら、一般人がね、おふざけで訪れると
恐ろしい出来事が起こったり、命の落とす危険性もね、非常に高い。そう。命を落とす危険性が非常に高いと言われていて、沖縄でも一番危ない場所って言われてます。